では石井先生よろしくお願いいたします。昨年、橋田先生が亡くなられたということで、もう本当に石井先生とはもう長年の盟友でいらっしゃいましたので、本当にお辛いことと思います。ですので今日は、思い出話というよりは、脚本自体のお話を伺えればと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。写真を見ただけで辛いです。そうですよね、はい、これも不思議な出会いなんですが、七井の刑事っていう方のディレクターから紹介されて、それで初めてお会いしたんです、 TBS で。そして七井の刑事ですからやっぱり刑事もんなんで、私ちょっと紹介されても私のドラマとは向かないなって言って、たら灰田さんは実は仕事なんでやってんだけど、実は自分は殺しといろんな問題の男と女の問題は嫌なんだと、そういうふうにおっしゃって、じゃあ私と同じじゃないのっていうことで、じゃあ一度話をしましょうかって言ったのが出会いなんです、はい、それで私は夫婦の話をちょっとやってみたいと。で、灰田さんも独身で、私も一人者だったんですけど、夫婦の話を書いてもらえないかって。それで灰田さんがシノプスをお書きになったのを見て、それで私、あ、これ面白いなという。今は銀行振り込みになってますけど、あの時代はちゃんと明細書が入って給料袋をもらってくるんです。それで旦那がちょっと付き合って飲んだりして、その給料袋の中の中身と違うお金を奥さんに渡すって言って、大喧嘩になるところから始まったんですけど、それもホームのドラマで、それで灰田さんがそれをお書きになって、それが袋を渡せばっていうんで初めてのお付き合いだったんです。それ以後なんとなく灰田さんは、そして構成力が抜群なんです、あの方。どっちから、それはもうその最初の袋を渡せばの時から、その橋田先生の構成力というものに目をつけられたっていうことですか。こういうものはどうかって言ったことで、それを割ときちっとお書きになったということで、それで自分は初めに言ったように、やっぱり殺しは嫌だと。そうするとやっぱり人と人とが憎み合ったりいろんなことをするのが嫌なんだと。だからあなたはどう思うのって言うから、私もそうなんだと。家族の問題の方がやっぱりいろんな形でサスペンスがあるんですよ、家族の中に。だからそういう家族をね、書いた方が、私はそういう作家とご一緒したいんだっていうことが始まりだったんです。愛と死を見つめて、はい、私がその原作を読みまして感動したんです。それで灰田さんに、これを書いてもらえないって、家族とご両親と恋人、若い2人の話で、とても清潔な素敵な話なんで、たら、うん、分かったって言って書いてくださったのが、何しろ電話帳くらいの厚さで、1時間ドラマではとても向かないと。だけど読んでもきちっとした構成力があるので、それをどのくらい削ったらできるかなと思って削るようがなかった。それでスポンサーのところへ伺って、こういうことなんですけど、初めてですが前後編をやらせていただけませんかって言ったら、いいですよって言ってくださって、それで前後編っていうのを一応劇場で
初めてやったのが愛と死を見つめて、若い2人の学生たちの、それがすごい評判になりまして、随分いろんな方からご連絡をいただいて、愛と死を見つめて1964年だったと思いますけれども、私6歳ぐらいだったんですけれども覚えております。私大体6歳ぐらいからのテレビの記憶があるんですけれども、愛と死を見つめて拝見いたしました。東芝日曜劇場で本当に大ヒットドラマで、全米が泣いたじゃないですけれども、本当に全日本が泣いたというようなドラマだったかと思います。で、それまで、確か同じ年に袋を渡せばを、橋田先生と一緒に作られて、でその後、その愛と死を見つめての、原作というのは実話ですよね、でその脚本をその橋田先生にお任せになろうと思われたのはなぜですか？非常に読んで胸を打ったんです。あんまりね、プロデューサーっていうのは欠点ばっかり見つける役ですから、これはいいとか悪いとか言うのに、それが全然そういう気がしなくて、で愛と死を見つめてのあとそのご家族のところに美智子さんのお墓参りに2人で行って、それでお父様とお母様表まで送ってくださった時に、出演者の大空真由美さんが手を振ったんです。そしたらうわーっと泣き出したんです、お父さんが。でなんだかわからないけども、美智子がそこで手を振ったって、そういうことを相田さんはご存じなくて、そういう気持ちがドラマの中にいっぱいあったと思うんだ。それは私は、相田さんは愛と心を大事にしてそれをお書きに続けたと思います。なるほど。愛と死を見つめては、ご存知の方も多いと思いますけれども、大島美智子さんですかね、大島美智子さんと、河野誠さんです。誠美子というふうにお互いを呼び合って、すごく素敵な恋愛をするんだけれども、その美子さんの方、美智子さんの方が、非常に難病にかかっていて、で顔の半分を手術でこう取ってしまうような非常に過酷なこう運命に翻弄されて、で結局は亡くなってしまうわけですよね。で名シーンとして語り継がれているのが、その電話越しに、眞子さんがギターで禁じられた遊びを弾いて、それを聞きながら息を引き取っていくっていう、素晴らしい名場面がありましたけれども、その、巫女さんの、ご実家を訪ねられたというか、お墓参りをなさったというお話ですね。で、そういう原作が、ノンフィクションとしてあって、そういう非常に心を打つ物語だからこそ、橋田先生と、組みたいというふうにお考えになられたということですね。やっぱり話してると分かるんですよ、強情ですけどね、だから年中喧嘩をしました。だけどもやっぱり本を見るといいもの書くなと、その喧嘩したことを忘れちゃうんです。その橋田先生が、電話帳のようなと石井先生書かれてたと思いますけれども、そういう大変分厚い、脚本を書いてこられて、で、その東芝日曜劇場のスポンサーさんに、交渉なさって前後編にされたということなんですけど、それでもその電話帳のような脚本全部、取れるわけではないですよね、はい、でそれをそのこう削っていくっていう作業は、石井先生がなさるんですか？2人でやりました。お二人でやられる。やっぱり作家が書いたものを大事にしたいんで、ここは残したいということがあると思うんで、2人ですごい時間がかかりましたけど、そこでその喧嘩したりはなさらないんですか？はい、そういうことは年中 やるようになりましたし。あ、そうなんですか。その、愛と死を見つめての時は割とすんなりと決定校ができていったということでしょうか、はい、なるほど。ですから、今も各国でああいう戦争やなんか起きてますけども、私たちも戦争の経験者で、1200回記念の時にそういうドラマをやってくれと言われたんですけど、私はやりたくない。それで橋田さんがどうしたのって
って言うから、戦争のドラマを私たちはやりたくないし、そんな悲惨なことはやりたくない、だからそれに代わるものを何か考えようよって言ったんだ。その時に私が、そうだ、四十七士というのは四十七士を送るために女の方たちが犠牲になったと。だけどもその話を橋田さんと話をしたけど、資料がないんですよ。陸とあのもう一人あの陽電院と二人しかないんで、はい、どうしよう、これ全部作っていかなきゃいけない。それで私がある方のコンサートの楽屋に行った時に、その方はリハーサルで舞台にいたんで、そこにお母様がいらしてて、巻紙でずっとその方の名前を書いてたんだ。で、何をしてらっしゃるんですかって言ったら、無事に終わるように書いてる、これだと思ったの。それで兄弟、そこが浮かんだんだ。それからいろんなことが橋田さんと話して広がっていったんで、それで女たちの忠臣蔵というのができまして、それであのスポンサーの方にその話をしたら、まあ石井さんと橋田さんがやりたいならばいいよ、だけどみんなが立ち止まって感動するドラマができますかって言われて、分かりませんって言った。だけども二人が一生懸命いろいろと考えてやりますから、まあお気に入らなかったらそれはしょうがないですねって言って、でもまあやりたいならおやりなさいって言ってくれって、それで放送が終わって行ったんです。そしたらすごい喜んでくれって、だからあよかったなって、やっぱりチャンスっていうかきっかけっていうか不思議なところにドラマがあるんだろうなって橋田さんと話し合ってみました。あの、まあ、女たちの忠臣蔵命もよる時は、まあ、大変な話題になりましたですよ ね。あの、まあ、それまでその、赤穂浪士の人たちが、まあ、主役のドラマはたくさん作られてきたけれども、まあ、その影の女性たちに光を当てたっていうドラマはなかったわけですよね、はい。まあ、ところが、まあ、そこにその様々なこうなんか女性像がこう書き込まれていったっていうのはあの非常に、素晴らしかったと思うんですけれども、例えばそのこういう女性像をこういうふうに膨らませようっていう話はもう橋田先生が、作ってこられるのか、あるいはお話し合いの中でできていくのか。話し合いしてましたね。話し合いをなさる。その、まあ、女たちの忠臣蔵って本当にさまざまな女性が出てまいりますよね、はい。まあ、先ほどそのお話に出た、盲目のお姉さんのくだりも非常に感動的だったんですけれども、まあ、一つ心に残っているのがあの波野栗子さん演じる友情に身を落とした人ですね。あれはあの兄弟、それから夫婦、恋人、親子、そういう形のドラマをそれぞれ作って、だからあの身を売ってその資金を渡すとか、そういうことのあれは全部橋田さんとご相談してやりました。あの、まあ、普通ですとその忠義をこう歌い上げるようなドラマになりがちなんですけれども、そのこう女性に焦点を当てることで、まあ、少しこう違ったニュアンスがこう入ってきたと思うんですね。でその波野栗子さん の、その、まあ、友情になってしまった人がその大義のためじゃなくて、大義のためじゃないんだ、そのあんたのためなんだっていうことを言うセリフがすごく心に刺さったんですけれども、そこに何かその忠義のために命を投げ出すっていうことへのなんかこう批評性があったような気がするんですけれども、それはやはり意図なさったんでしょうか。やっぱりあのやって本の段階でやっぱり皆さんも考えた、男の人のために望みを果たしてやろうということをやっぱりあの四十七士の中でみんなそうですから、いろんな一人だけどうしてもあの
抜けて出てった人はいるけども、それ以外はみんなその男性のために望みを果たそうという、まあ陸も陽電院もそうで、一番陽電院が苦しいんだと思うんですよね。そんなことをやってほしくないって、そういう苦しみをきちっとお書きになって、私は本当にあの素敵な作家と出会えたなと今でも思ってます。あの先ほど、まあその戦争を直接描きたくないので、まあああいうその女たちの忠臣蔵のような作品が出来上がったっていうふうにおっしゃったんですけれども、まあ一方で橋田先生、あの石井先生とのお仕事ではないですけれども、あのおしんなんかでは相当はっきりと反戦思想を打ち出してらっしゃいますよね。はい、そうですね。ああいうところは石井先生はどんなふうにお感じになりましたか？うん、あのやっぱりあれだけ長い連続ができるっていうのはやっぱり NHK さんじゃなきゃできないだろうし、あのその後でも NHK のお仕事をなさって、それであのまああのいろんなエピソードはありますけども、あのご主人と結婚する時もあの急にかけないって電話かかってきて、どうしたの、あの人はプロデューサーを追いかける人なんだ、早くて本がで、私がどっか行って、あんたどこ行ってたのって怒るんですよ。本ができたのに問いに来いって言って怒るんで、それで私あの急いで熱海まで行って、それであの本をいただいて、どうしたのよっていう、でもねあなたが書いた舞台の演出は私知ってたのよって言って、それでそんなことは関係ないのよって言われて、で熱海行ったり、だからもう渡る世間なんかでも長い連続ですから500回以上行ってると思います。だから今はだいたいお互いに一人もんでいますんで、それなんであの10時11時になると必ず私電話かけて、大丈夫とかできたとか、それが今でもやりそうになっちゃうんです。それがちょっと辛いですけど、あの、まあ、先ほどそのおしんの話で、まあ、NHK さんだからできるっていうふうにおっしゃったんですけれども、ただそういったその、まあ、先ほども私お話をさせていただいたんですけれども、まあ、おしんですとか、あの今多分お話になろうとした春日の局ですとか、まあ、そういった朝ドラや大河の経験があったからこそ、あの渡る世間は鬼ばかりのあのすごい構成ができたんじゃないかとも思うんですけれども、ね、あの構成力がすごくおありになったし、あの春日の局の時はあのご主人が入院してらして、それであの私に相談するって言って、せっかくお話いただいてんだけど看病したいからあの断るって、ダメって言ったの。あなたが今断ったら海地さんご主人が分かると思う、自分の病状を。だから知らん顔して書きなさいと。それでできた本を持ってって見てもらいなさいと、そういうふうに言ったら、そうそれでいいかなって、ダメ降りちゃダメ、せっかく言ってくださったことだからって言って、それで会社さんのとこへ毎回本を持ってって、いろんなこと言われても黙って聞いてなさいと言って、なんかそういうことのご相談もいろいろとしたりしてました、うん、その、まあ橋田先生の脚本の、まあ、構成力が素晴らしいというお話をいつも石井先生なさるんですけれども、その構成力といってもいろいろあると思うんですけれども、そのどういう面で構成力が優れてるんでしょうか？やっぱりあのテーマがちゃんとしてるんですね、うん、だからあの回想シーンなんてのめったに書かなかった。あ、そうですね、ええ、今割と回想シーンをお書きになる皆さんいらっしゃるけど、橋田さんは絶対ずっとその
こういうもんだっていうのを押し通していってる、その分かりやすいんです。あ、なるほど、確かにその時間の構造としては非常に分かりやすいですよね。だから渡る世間の時もどうしようかなと思った。私日曜劇場が連続になるってんで、私はちょっと休ませてくださいって、それでちょうど相田さんがどうしたのって言うから、そしたら局で1年間のドラマを作ってくれって言われて、どうしようと思う思ったら、私には何にも言わないのって言われたから、言ってもいいのって言ったら、いいわよ、じゃあ1年間のドラマ書くって言ったら、乗ったって言ったんです。それで2人で方がバンコクへ行きたいって言う、2人で4日間バンコクへ行って、でだけどそんな話を全然しないんですよ。で3日間遊ばして、私はホテルでじっと考えてて、3日目の夜に座んなさいって言って座らせて、どうすんのって言っていろんなことを始めたのが、それが渡る世間は鬼ばかり。そのお話し合いの中でどういうところまでお二人で決めていかれるんですか？だからその設定はかなりそこで踏み込んで決められるんですか？今までやってきたものが私の中で、お母さんが主なんですよね。ありがとうでも肝っ玉母さんでも、そうじゃなくて夫婦揃って、お父さんがサラリーマンである程度 のポジションにいて、だけど自分は辞めて、それで料理屋をやりたいっていう希望があると。それで子供が5人いて、それで1人男の子を入れようかって言って、男の子はお嫁さんもらうと出てっちゃって変わっちゃうから5人姉妹で行こうって、そういう長女は何をやってんのか、それで次女は何をやってんのか、三女は何を、それを細かく決めてったんです。それで例えばタイトルですけど、はい、どうしようかなって言ったら、ことわざで渡る世間に鬼はなし、はい、そうじゃなくて渡る世間は鬼ばかりと、その方が面白いんじゃない、今の世の中そういうこと分かってくれる。最近はことわざが渡る世間は鬼ばかりになって、それことわざは違うんですよっていう話になってきてるんですけどそれもそこで決めたんです。それは、橋田先生と石井先生とどちらのご発案だったんですか？2人ですね、うん、それでまだ前に時間ですよってドラマがありましたが、うん、あれを一番初めにやったのは橋田さんと、はい、一緒なんで、はい、お風呂屋さんへ行って、それで2人で局の深夜までずっといろんなことを考えてて、そしたら印刷所からタイトルがついてなくて、印刷所からもう時間ですよって言ったんだ。で私がそうだタイトル時間ですよにしようかって言って、そんなことで決まって、それ一回やって、その後は他の人がずっと連続でお礼になったんで、はい、一番初めは橋田さんがお書きになったんで、そうすると、その後ね、久世照彦さんが引き継いでいかれますけれども、はい、そうするとその時間ですよというタイトルは、石井先生がお決めになった。はい、そうなんですね。言われたんです、はい、印刷所から、はい、もう時間ですよって、はい、今時間ですよって言われたから、時間ですよってタイトルいいんじゃないって言って、そうだそうだって、はい、とてもいいタイトルになったということですね。石井先生は橋田先生の長台詞に関してはどのように思われましたか？そうですね、出演者が大変だと思いました、うん、だけども
長台詞の中にきちっと心があるんです、うん、だからそれはカットしちゃ困るって言って、あのやっぱり灰田さんは心と愛、それをずっと描きていきたい。ですからあの不倫とそれから殺しは嫌だってずっとおっしゃってましたんで、だからそれを私もよくわかるんで、それを皆さんに伝えてよく言いました。あの橋田先生の長台詞っていうのは非常にこう論理的に組み立てられていますよね、うん、あので論理的でありながら、まあ、同時にその非常に気持ちも込められているっていうものだと思いますけれども、あのこれは長すぎるみたいにおっしゃったことはじゃないですか。だから台本をね、はい、見るとみんなびっくりするんです、うわ大変だって。そう言わないで、これを覚えて自分の中で納得すればわかるわよって言って、うん、いつもそう言うんです。なるほど。じゃあ石井先生がその橋田先生のこう長台詞に込めたものをすごくよく理解をなさっていて、むしろ石井先生が俳優さんとの間に立って説得をされてたっていうことなんですね。はい、あの橋田さんはあんまりスタジオなんかこういらっしゃらなかった。なるほど。逆にそのこう橋田先生に対してこれは譲れないと言って、こう脚本上のことで何か喧嘩なさったりしたことはおありですか？それは私がですか、はい、ここはこうじゃない方がいいっていうのは年中言ってました。ああそうですか。だからそれは私が取りに行かないと原稿を渡さないんだ、だから雨の日も雪の日もどんなに滑っても行ったんです山に、はい、それでこう読んでて、あのちょっとここ違うな、ちょっと書き直してくれました、目の前で。ここ違うなって思われるのってどんなところですか？これは余分じゃないかとか、なるほど、前で言ってるからここはいらないんじゃないかと、この前で言ったことをこっちへもうちょっと飛んで言った方がいいんじゃないかと、それを納得されれば書き直してくれますけど、納得しないと書いてくれません。なるほど。そうするとその、石井先生が指摘をされて修正が入ることで、まあ、よりこう緊密な構成になっていったということですね。はい、あの2人でだから2人でずっと来てましたから、うん、何十年もだから、まあ、何かあったらやっぱりあの一番お互いに頼りにしてた人なんで、だから今あんまり語るのは辛いって感じですが、写真見ただけでダメですよ。で病院から電話がかかってきたりしてましたから、だからそれと一番大事なのはあのご主人と一緒に財団を作ったので、あんた頼むよって言われました。だからあの何とかしてあの財団の皆さんの TBS のご協力も得ながら、これからも橋田さんの意思であの若い作家を育てて、やっぱりあの日本の言葉ね、今日本の言葉があんまりなくなってきたんですよ、日本人がしゃべる。それがあのやっぱりきちっとした日本語を書ける作家を育てたいっていうのがあの一番財団を作った趣旨だったんで、ですから、まあ、これからもずっと見てますから怖いんですよ。何してんのって怒られそうで。まあ、あの今日もあの橋田文化財団の主催でこうやってお話をさせていただいておりますけれども、まあ、あの橋田先生の意思を継いで、またその新しい、なんですかね、あのこれから活躍していかれる脚本家の方が育っていくといいですね。あの石井先生ご自身から、まあこれから育つであろう脚本家の方に、何かメッセージがあればお願いしたいと思います。まあ難しいですね、今こういう時代なんで、そういう何でしょうかね、これっていうものが出来上がるのがなかなか
時間をかけてもいいんです。だからすぐ恋に落ちるとかそういうんじゃなくて、若い人だってやっぱり愛があって、それには心があって、そのすぐ結婚するとかっていうことじゃなくて、お互いにいろんなことを言い合いながら助け合っていける、そういう男と女っていうのもあってもいいんじゃないかと思う。夫婦もそうですけど、そういうのをやっぱり望んでらしたから、私はそういうことを書いてくださる、最後はね、橋田さんがおっしゃったのは、私は一人ぼっちじゃなかったねって言ったの。まあねってそれしか言えませんでした。みんなに助けられてここまで来たんだ、私は一人ぼっちじゃないね、まあそうねって言って電話で話しました。まあ、そういうその橋田先生の心を、まあ、心に持ちながら石井先生はこれからもドラマ作っていかれると思います。はい、ありがとうございました。まあ、天国で聞いてくださっていると思います。はい。聞いてくださってありがとうございました。ここ10年ほどに、近年の日本のドラマの作劇の構造に変化はあるかということなんですけれども、まあ、やはり長さの問題が大きいように思います。かつてはワンクール、12、3回あったと思うんですけれども、3回10回ぐらい、最近は10回ぐらいになってしまっていて、まあ、その中でやっぱりあるストーリーのこう展開をしていかなければいけないということになると、かなり急ぎ足になるような気がするんですね。で、先ほども申し上げましたように、橋田先生のドラマっていうのは非常にこう長い連続ドラマで、まあ、その中でしか描けないことを描いていらしたというところもあるかと思います。かといって、全てのドラマがそれだけその長いドラマを作るっていうわけにはいかないと思いますので、ただ今石井先生がおっしゃったように、そういうその10回のドラマの中にいかにそのこう心をこう豊かに描いていくかっていうことが、今後求められていくのであろうというふうには思います。でもちろんそういうその10回のドラマの中で非常に巧みに、さまざまなことを盛り込んでいるドラマもたくさんありますけれども、一方で韓国のドラマのように非常にこう長いものっていうのがまた見直されているようなところもありますので、日本のドラマの何て言うんですかね、そういったそのワンクール10回みたいなこともいろいろ考え直されていくといいのではないかということと、あとその日本のドラマ最近短いものが多いですよね。非常にこう30分ぐらいのドラマが増えてきたような気もして、それはなかなかその若い人がこう YouTube なんかに慣れていて、こう長いものを見続けるっていう体力がないっていうこともあるのかもしれません。でそれはそれで私悪いとは全然思わないんですけれども、そういうこう短いもの、そのクールとして短いものとか、その1回1回が短いもの、そういったことも、うまく使いながらやっぱり長いドラマも見たいなというふうに個人的には思っております。お答えになってるかどうか分かりませんけれども、そんなところで。はい、一番やっぱり健康じゃないと健康な仕事ができないっていうことで、よくそれはおっしゃってました。そうですね。だから自分が健康じゃなくなっていつつあるときはやっぱりちょっと弱音があったけど、それを振り切っても一生懸命健康に、だからプールで泳いだりいろんなことをしていらっしゃいました。演劇博物館で石坂浩二さんのインタビューをさせていただいたときに、石坂浩二さんが、橋田先生にその、渡る世間は鬼ばかりのナレーションを務めていらっしゃいましたけれども、そのナレーションが長いっていうことをおっしゃったそうなんですね。そしたら橋田さん先生が、私は平気だから、それはきっと水泳をしているからと、だから石坂さんあなたも水泳をなさいとおっしゃったっていうお話を、伺いました。水泳大事だなと思いました。はい、ではそろそろ、お時間かと思います。ありがとうございました。ずっと一緒に仕事をしたかった方です。
それしかないです。仕事だけじゃなくてやっぱり友達としても、あの私は本当にご恩になってここまで仕事をさせていただいて、あんたは私よか一つ下なんだからまだまだできるでしょうと怒られました。叱ってくれる人が誰もいないので、彼女だったら私のことをきちっと叱ってくれます。そういう人がいません。